キューティクル探偵稲葉は、持ちによる日本の漫画作品。月刊 GE ファンタジーにて2007年9月号から2017年2月号まで連載された。単行本は全19巻。ファンブックの11.5巻とアンソロージーコミック1冊も発売された。各話のサブタイトルは毎回、事件と表記されている。月刊 GE ファンタジー2009年11月号にて、 ドラマ CD 化が発表されて、第3巻まで発売され、2013年1月から3月までテレビアニメが放送された。作品名の公式での愛称は、もう探偵、CD 稲葉。家に異様な執着を見せる狼男の稲葉葉葉は人工受精により生まれた秘密警察犬である。警察犬として働いていたようだが、行方不明となった弟を探すために、 私立探偵となり、助手の野崎慶や佐々木優太と共に探偵として活動する。そんなある日、元相棒の荻野の国警部からイタリアから日本に拠点を移した世界的なマフィアの首領、バレンティーノの逮捕を依頼される。マフィアの高貴な毛を期待して、アジトに乗り込むようだったが、そこにいたバレンティーノは明らかにアギ。結局、バレンティーノに逃げられたようたちだが、 その後も彼らの起こす犯罪に立ち向かい、対するバレンティーノも狼を憎み何かとように嫌がらせを行う。そんな攻防戦を繰り広げる中、要は探していた弟、遥と再会する。しかし遥は日本警察転覆を企むテロリスト組織、ノラの一員となっていた。狼の集団であることを隠しバレンティーノファミリーと同盟を組む、 ノラは必然的にヨたちと敵対することになるが、ノラのボス、稲葉敏明は30年前に無実の罪で警察に捕らえられた自分の体の捜索をように依頼する。しかし、聡明がオギを始末しようと体を乗っ取った際に、前髪を切ったことで、ヨは怒りを燃やし、聡明を捕まえることを決意する。しかし、何よりも、まず家のことが最優先で、 第三者を巻き込みつつぐだぐだな攻防を続けていく。声優は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版の順。記載が1名の場合は、テレビアニメ版。13巻に収録された、パパムパ、もう探偵コラボコミックで登場したキャラクター。詳細はパパムパも参照。奇数巻が赤色で探偵、警察組が表紙になり、玉数巻が青色で、マフィアテロリスト組が表紙になっている。 また、コミックスのカバーをめくった表紙と、裏表紙には前巻きおまけ漫画が掲載されている。2013年1月から3月まで、東京 MX、サンテレビ、BS11、ATX にて放送された。内容はほぼ原作通りであるが、原作からアニメ化されず先に進んだエピソードや、原作とアニメの順番が異なる回が存在する。また、 アニメ化されなかった回に登場したキャラクターが、アニメ化された別の回に登場したケースもある。なお、最終回 B パートのみ、アニメオリジナルストーリーが放送され、アニメで登場回がカットされていた、大谷総司、大谷太郎、鬼塚鉄剣の3人と原作者の持ちが、亀を出演した。2013年3月27日から発売開始。レディオディ。 バレンティーノのタイトルで2012年12月26日から2013年8月28日までアニメート TV にて配信されていたラジオ番組。2013年4月24日から DJCD が発売された。第1巻は完全新録。第2巻は新録に加えラジオ放送された回のダイジェストを収録。NEC ビッグローブのスマートフォン向けアプリのカードコレクションゲーム。 読めこれに参加している。ありがとうございます。